ガタン。ピー。ご乗車ありがとうございます。このバスは天神クリスマス行き里保号でございます。乗車の際は足元にご注意して、なんて言えばいいんだろう。半パカ。はい、まあやっていきましょう。パート18だっけ。うん、なんか続けて撮ってますね。ちょっとね、自分の方でも読みたい。なんか変な入り方したな。後で自分で聞いて後悔するんだぜ、こういうの絶対な。後でな。また恥ずかしい思いを一つ積み重ねてしまった。これやるとさ、なんだろう、待ってよ。これやると、これとこれがダメになるってこと？もしかして。うわ、え？それ怖くないか？え？今気づいた。これを選ぶと、これが開くってこと？開くっちゅうこと？これはちょっとどうだろうな。今これ、このようになってでしょ？一緒にちょっと撮り直しちゃったんだよね。撮り直しして、ちょっと朝から戻って、同じ選択肢選んで、今度はこっち選んでっていうだけなんだけどね。これ選ぶかな？こっち明日選べるしね。うん。こっち選びましょう。はい。つじつま合わせでこっち選んでいきましょう。いやー。飛んじゃったよ。はい。さあ、ちょっと何するか。もう埋まんねえよ。どうやったってこんなもん埋まんねえよ。おしゃれ。はい。あ、あれ？すごい。すごい。ゴスロリファッションでどう思う？私には似合わなそう。まあ似合わんだろうな。ああいうのはもっとか細い感じの子じゃないと似合わないと思うんだ。確かにデブのゴスロリとかちょっとなんか違う気がする。あ、ちょっと待って、窓は語弊があった。今の語弊があった。美穂子のことをデブって言ってるわけじゃないからね。細いっていうかもうか細いっていうかもう骨みたいな感じだな。そうそう。で、おい、え、おお、ごめんごめん。機会があれば着てみたいけどね。まあ似合うっちゃ似合うだろうけど、イメージが違うな。うん、イメージが違うってだけだよ。もう細いっつってもなんだろうな、クリスマスインザナイトメアみたいな、そんなほらなんかあったじゃん、クリスマスインザナイトメア。なんかなかった、ディズニーかなんかにさ、あの骨人形みたいなやつ、あんなあれぐらいのガリガリじゃないとゴスリはきっと合わんのだろうな、きっとな。違うか。え、あれ、何、これなんか間違っていらん、あ、ん、あなた自分で今選んだんだろうけど、いや、え、選んだんだろうけど、選んだ記憶がないまま選んでる。なんか多分手が当たったんだと思う。うーん、ここなんだろうね。まあここ下がってもいいんだよ。勉強ほい。ピン。恋愛とかあんまり美穂子に聞いてないな、消えてないな。そうだね。ここで挽回しないとダメなの。これだと上がったんだけどと、ね、世間話。上がるか、打ち上げ花火になるか。目覚まし時計はどんなの。火の形した可愛いのを使ってたんだけど、落として壊しちゃったんだよね。火の形をしたっていうのは木で作られたとは違うよな。多分プラスチックなのかな。木の形、木の形をした。ちょっとよくわからん。だから今はお父さんのデジタル時計を借りてるんだ。そんな話聞いてもなって気もするけど。あ、またハイになった。なった。なんかすごいな。もう三連アタックだな。ジェットストリームアタック。そういう。マッシュ、オルテガ。あの機体にジェットストリームアタックをかけるぞっていう具合でね。ファーストガンダム見たことないけど。なあ、リホコ。あ、なに？爪切ってあげようか。あれ？さっきなんかでも全然伸びてないよ。ねえ、私に爪切らせてよ。もうなんだろうな、一個前のイベントじゃねえか、言ってみりゃ。一個前じゃねえ。はいはい、手を出して。前の休みが終わったら次の時間には爪切らせてくれって。地方か。
なんか若年性健忘症か何かか。わかってるよ。で、爪切ったばっかり？さっきも見せたじゃん。この前切ったやつ。それじゃあ足の爪は？切ってないかな。オッケー。それじゃあ部室にレッツゴー。またか。ちょっと楽しいかも。もうこんな大変大変ないことでもさ、一緒に楽しんでくれるやつっていいよな。足の方どうだ。揉めてない。ささ脱いで脱いで。以上。おお、なんかスケベ。はい。怪我。怪我。そりゃ生えてなんかもうなんかもう。なんか変な感じだね。言ってはならんことを言いそうな感じだ。はいはい。ここになんかもう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 。よ。いろいろ皆まで言うな、皆まで言うな、皆まで言うまい。分かってる。多分見てる人は分かってくれてる。どう？上手にできてる？察してくれてるはず。察してくれてるはず。痛かったりしない？なんかもう察して、察して。多分これがどういうことを。どういうこと俺が言いたいのか分かるはずだ。分かるだろな。よし、右足終わり。よっ。よし。サンキューリポッコ。分かるだろ、これが何を意味してんのか分かるだろ。相当ピュアじゃなきゃ、ただ爪切ってだけと、ただ爪を切ってだけのイベントとは思う。ヤスリで磨かないとダメだよ。うん、どこまでしなくてもいいんだよ。ダメだって、見た目良くないし、あの爪にも良くないんだから。NASA で開発された爪切りはどうなったんだ。そうなんです。そうなんですか。なんかゴシゴシ爪やすり。削れてしまう。いたたたたたた。我慢できたな。といった感じで、リホコに爪を切ってお手入れしてもらったのであった。いや、かなりくすぐったかった。何のイベントだよ。爪切るしか脳がないのか、貴様らは。なんかもっとこう。おっと。休みさんイベントが勝手に発生した。いつものテラス。ユージって誰だよ。ユージって誰だよ。あ、また山本昌が出てきた。ユージって名前のプロ野球選手いたかな。聞いたことねえんだよな、あんまり。ユージ。ユージはあんまりない気がするんだよな。そうだな、ただでさえ量が多いのに、おもりないとこのご飯が山のようにって声が、声がガラガラになってる。ガラガラになってる。おい、なんだってこんな時に学食のカレーの話なんて始めるんだよ。だってな、うん、食堂から頼っていくのカレーの匂いがいけないんだよ。増えた腹が、増えた腹が悲鳴を上げてるよ。僕もだ。よし、俺は決めたぞ。え、今日の昼飯だよ。俺はカレーにチーズを乗せて食べるぞ。え、チーズ、そこはやっぱりソースだろう。いや、チーズで決まりだよ。え、ソースだってな、遅刻。待て、ここはチーズだろ。そうだな。どうでもいいわ。カレー？何の話だった？何がチーズなの、ソースなの。あ、カレーに何を乗っけるかって話。あ、もう乗っけなくていいんだね。ラー油はねえな。ソースかな。チーズはちょっと濃厚すぎます。遅刻もソースなのか。ああ、もう忘れてるわ。どんなキャラで言ってたのかもう忘れたよ。さっき、ソースの淡い酸味とこか、カレーの味に深みを与えて。ああ、まあ、この組み合わせはたまらないぜ。キャラ崩壊。なんだかこんな話をしていたら余計腹が空いてきたんだけど。そうだな。はは、もう教室に戻らないか。やめよう。やめた。ああ、やめたっていうか、あれ？またリホコに。リホコに見られた。ピン、ハートがまた埋まらなかった。ピン、はいになった。リホコはいつでも可愛いな。
なんかこのイベントたちは何なんでしょうね。たびたびリホコに目撃されてる。他の人たちは見ないのか、俺のこと。俺のこと見てくれないんでしょうか。どうすりゃいいんだろう。もう本当にリホコしかないわ。これとこれが埋まってない。これはとこれがある。これだ。いやー、なんか極まってきたな。ねね、あるけどずっとリホコばっかり。エンドレスリホコ。ん、たまにはこんな話だよ。そういえばリホコ、お、ん、この前こんなことがあったんだけど。ん、どうしたんだ。やっぱりあなたと話すのって楽しいなって思って。そういうことか。全部埋まってるともう会話が、うん、さっきなんかなんでそうなったんだろうなとか言ってたのはこれか。全部埋まってからもう事情で行くんだ、ほら。何？ちょっと前の話なんだけどさ。あなたって話うまいよね。せやろか。いやいや、うまいってば。いやいや、うまいってば。かわいい。いやいやの言い方がいい。そう、これ埋めないとさ、埋めないとまずいよな。これか？おしゃれとかが恋愛？難しい。恋愛、はい。まずいな、もう誘えねえわ。すまん。ね、楽しみにしていた皆さん、申し訳ないです。フェーン現象。フェーン現象はあれだ、山のこうな登っていくところで、空気が水蒸気圧によって雨を下ろして、その南山の風下の斜面の温度が上がるっていう現象。こう上がるときに、上がるときに下がる温度よりも下がるときに上がる温度の方が高いからっていうことらしいよ。はい、また詳しくなったね。頭が良くなったね。恋愛、よし、バーン。ぐ、ダメだ、打ち上げられない。恋愛ってなかなか埋まらないんだな。あー、ローまで入るんじゃないか。ローまで行かない。アタックできんよな、これはな。うーん、難しいな。娯楽、うん、今回は大失敗だな。マイチ、ローギア、うーん、なくなっちゃった。まあいいか、まあいいか。それじゃあまたね。またね。そういう時もあらな。そういう時もあらな。難しい。強制イベント。なんか良くないことが起こりそうだぜ。まっすぐ家に帰りたくないな。誰か知り合いに会えるかもしれないし、適当に来ないブラブラしてみるか。誰もいない。いない。くそ、この後意地でも誰か、意味わからん。意味わからん。何をしてんだこいつ。お、水泳部覗きイベント。おお、やってるやってる。ふーん、人恋しくて水泳部に来たわけなんだけど。なんかこれじゃあ、覗きみたいじゃないか。いや、明らかに覗きか。最低ですね。あ、なんだ、なんだ、うわっ！って感じだな。おー、水着とか。拝んでいくか。影のつき方がエロいな。エロい。エロい。素晴らしい。七咲。水泳部の練習を覗き見だなんて、先輩って本当にいい趣味してますよね。いい趣味ってさ、よく意味が分からんけど、これいい趣味なんだろうか。いい趣味なんだろうか。言い訳でも考えてるんですか。見苦しいですよ、先輩。めっさなんかガンガン来られてる。いや、その先輩と一緒に歩いてるところ見てるな。そうだ、ちょっと考えれば楢崎が水泳部だってことは分かったはずなのに、質問されている。なんて間が悪いんだ。あ、二人ともそこで何をしてるの。今は練習中。見てよ、こうチェック。
胸の膨らみがやはりよ。2年違うというだけはある。その見ておこう、見ておこう。もう二度と拝めんかもしれん水着だぞ先輩。え、何しろ七咲、それは本当なの？違うんだ、違うんです。俺はリオコ一筋であって女体への興味はあったかもしれん。しかし決してよくしまな気持ちから覗いてはガキではないんですけど、そのすいませんでした、土下座ということです、うん、許してくれ。誤解されたままじゃ。塚原先輩どうしましょうか。いるなり役なり好きにしてもらってもいいが、リホコにだけをあの誤解のないようにしてもらってくれないだろうか。もう本当に仕方ないわね。リホコにだけは言わんといてくれ。まあ今回は見逃してあげるよ。でも次はないからね。は、はい。塚原先輩それは甘いと思います。厳しいな後輩くん。七あんな、こういう人に隙を見せると何度でも同じことをしますよ。めっちゃ厳しい、めっちゃ厳しい。だからってこんなことで練習時間を減らすのもどうかと私は思うけど、長崎正論だけどさ、若干勘違いで攻め立ててる節もなくもないぞ。それは、なんだろう、痴漢の冤罪事件とかもういいでしょ。とりあえず長崎は練習に戻りなさい。はい。長崎、もしも時間に余裕があるなら長崎攻略してみたいな。あれぐらいのこの、まあ、そういうことだから嫌われてる子に好かれたい、嫌われてる子にも好かれたい。そういう次は遠慮なしに職員室よ。おお、怖え。水泳部望むこと、そんなにあるのかよ。それじゃあ私も練習に戻るから、すぐに出て行ってもらえるかしら。生半可にはできんな、覗きなんてのは。ただ、うん、見つかった時点で覗きはダメだな。覗きはってか覗きをしようと思っていたんじゃないんだよ。いくら人恋しくなか、対人恋しくなったからといって水泳部を覗くのは確かになんかグヘヘって感じで覗こうと思ってたな。そういや一瞬な、長崎が水泳部か覚えておこうっつってさ、もう遅えよな完全にな。もう時すでに遅し、遅し、時すでに遅し、タイムオーレディレイト。クソ下手くそな英語よ。ニーニー顔がデレデレしてるけど何かあったの？デレデレはしてないんじゃないか。デレデレはしてないよ。そんな人聞きの悪いデレデレとか、デレデレとかはしてないと思いますよ。これ一応寝て起きてセーブするか。そうするとパート18、18日目っていう感じで、キリがいい。18、パート18、18日目です。はい。はい。はいはいはい。あの、猫とかあれ何なんだろうな。よく今のところ分かってねえな、実は。行ってきまーす。でしょ。あ、1個しかない。ボタン間違えたよ。1個しかない。1個しかないし、会話しかない。いやー、割ともう追い込まれてんな。追い込まれてんな。これやると多分これ消えるから。次のあれから。申し訳ないけど、ちょっともしかしたら次卑怯なことするかもしれない。最後のあの虹色のやつになるような最善の最善の策をするためにちょっと卑怯なことをするかもしれない。朝に戻るのを繰り返してね。しかしそれを批判しないでくれ。これはゲームなんだ。もしかしたら次回そういう卑怯なことをするかもしれない、しないかもしれない。覚えてたらね、撮った時に覚えてたらね。覚えてないかもしれないけどね、そのまま始めるかもしれない。まあ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 、こんなもんでいいかな。今回は20分前に、もうこれぐらいの時間でね、サクサクと毎回撮っていけるといいんだけどね、長くなりがちだな。まあ今日はここまでだ。よし。それじゃあまあ、お付き合いいただきまして誠にありがとうございましたと。もうあとはもう、ほんと、ひたすらリホコ、オンリーでいくとは思うけど、まあ、面白いものが見せていけたらいいなと思いますよ。それではパート18でした。パート19で会いましょう。ほなまた。